はい、本日も始まりましたコレポ放送局、今回は中川くん、どうぞ発表をお願いします。はい、じゃあ今回はですね、皆さんでアニメ座談会ということで、ログホライズン第1位は、大災害をみんなで見ました。僕初めて見たんでね、ちょっとあらすじ的なのをちょっと見ながらなんですけど、申し訳ございません。今回物語としては、MMORPG っていう、まあ、よくね、ゲームの世界にダイブしていくみたいな感じのね、RPG のお話で、ある日突然そのね、MMORPG の中で、まあ、実際の、まあ、要は、ね、ゲームの中に、ゲームと現実が、まあ、ごっちゃになっちゃったっていうか、ゲームの中が現実世界になっちゃったっていう感じのところから始まります。はい。で、まあ、一番最初でみんな結構、ね、お店の、ね、NPC さんに責任者出せとか、ね、めちゃくちゃ怒鳴ってたけど、まあ、そんな感じで皆さん混乱してる中、主人公のシロエと呼ばれる子が、まあ、冷静にいろいろやるんですよね。そのチャットが使えるとか、なんかいろいろアイテム欄の合成ができるやらなんやらかんやらって言って、で、まあまあチャットができるってことで、仲のいい直嗣さんに電話をかけて、まあ、合流するという。電話じゃない、チャットだな。チャット電話って言ってたような気がする。電話よりチャットって言われてる。チャットをして、まあ、合流するという。まあ、その後ちょっとね、フラフラしてたら、暁って呼ばれる、なんか、ね、暗殺者でいいの？暗殺者の子に会うんだけど、なんか言ってたよね、そのアイテムで。なんだっけ？でもなんか、ね、まあ、それを飲んだら。ちょっと外見が変わるような。そう。アイテムですね。外見が変わるアイテム。最初めちゃくちゃ高身長のイケメンだったけどね、なんか外見変えたらちっちゃいロリコのね、女の子になって、で現実世界のはこんな感じだとか言ってて、で実際シロエもなんかね、本当は身長ちっちゃいのに高身長に設定したせいでこけまくるっていう途中で、まあ、そんなところからね、3人合流して物語が始まっていくと。で最初どこに行った？最初もなんか目が覚めたら、どこなんだろう、まあ、最初の広場みたいなところ、ゲーム世界の、いわゆる秋葉って言われてる場所で、そのいわゆる MMORPG っていうよく言われている、なんだろうね、なんだっけ、 MMORPG、 なんトラブルマッシブブル何だっけ、ヒューマンなんたらとこで、もう忘れちゃった。まあ、要は人がそこに入って動いてやるよっていう、まあ、SAO とかオーバーロードとかそういう決闘みたいな感じのが RPG なんですけど、そこの世界にいわゆるそのゲームをやってたら、そのなんだっけな、ヒューマン違うのアスフィアの開墾っていう、いわゆる更新の時に入ってた人たちがそのままごっそりと異世界、まあ、ゲーム内に、取り残されたというか、ね、引っ張られたっていうところで、ゲーム世界の中では一応現実世界が2分の1のサイズっていう風に言われてる世界で、そこの秋葉っていう、いわゆる東京の秋葉原だねに、まあ、基地っていうか拠点があるチーム、まあ、そこ以外にも、新宿だったりとか北海道とか大阪とか名古屋とかいろいろあるんだけど、そこの、まあ、いわゆるベースみたいな感じの秋葉で、まあ、目を覚まして、まあ、いわゆるゲーム世界にそこにいたんだよね。でそこに引っ張られてったっていうのがスタートなんだけど、でそこで、まあ、暁とか直嗣とか、直嗣はもともとゲームはちょっとやってなかったんだけど、2年ぶりに入ってみたらっていう、まあね、運がいいのか悪いのかっていう話なんだけど、で暁とかやっぱりゲームやる人たちってみんなさ、そのね、その男性だけど女性キャラ使ってみたとかさ、逆ってよくある話じゃん、うん、そういうのとか、要はですね、高身長
にするとか、要はね、ゲームだからっていうパターンでやってて、赤月もやっぱりそういうね、女性なんだけど男性のキャラでやってたっていう。で、その外観再決定ポーションっていう、いわゆる限定アイテム、さっき言ってた買えるやつだね、そう、を飲んで、まあ、体ぐちゃぐちゃになんかねえらいことになってたけどそのめっちゃ叫んでたし、めっちゃ光ってたなそのところが、それをもらって白井のことを、まあ、主君っていう風に、じゃあね、要は一緒にやりましょうって言われたんで、主君っていう風に、まあ、忍者みたいなもんだよね、あ、ご主人みたいな感じで、まあ、付き従っていくっていう、まあ、もともとどうもね、好感度があったみたいで、まあ、そういう流れになったのかなっていう、うん、感じなんだけど、まあ、ゲーム的にはね、その面白そうな感じ、うん、で最後の方にも話は出てくるんだけど、まあ、死んだらどうなるのとか、いわゆるゲーム世界だからね、死んだら本当に死んじゃうのか、生き返ることができるのかとか、お金がどうなのかとかね、まあ、めっちゃ面白いのは、味のしない食べ物、飲み物、まあ、お腹空いたら食べたくなるけどね、みたいな。食べたくなってね、で、みんなごっそり買ったけど、なんか、味のしないせんべいとか言ってて。そんなものだからね、まあでもそれはね、おいおいね、今後いろいろとね、改良されていくんだけど、まあ、そういう流れでね、で、まあ、NHK の E テレかなが、まあ、やってたんで、ね、いわゆるなんだ、ママレさんがの、2番目の小説が、まあ、台本な、まあね、小説がアニメになったっていうとこなんだけど、まあ、とても面白くてね、オープニングもね、そのデータベース、なんていうの、フィートというのかな、たくまっていう、ね、そのなんだ、なんだっけ、誰が歌ってるんだっけな、まあ、ワンミザミッションっていう有名なところが歌ってて、まあ本当にね、オープニングに合ってるし、エンディングもね、Your Songって言って、ちょっと歌ってる方、僕ちょっとね、ご存じないんだけど、ユンチってさんかな、なんか米マックスくね、あれなんだけど、まあ、オープニングエンディングもね、合っててね、本当にいい歌だしてね、本当なんかね、面白いアニメですね。で、2020年の10月に3期がより予定だったんですけど、それが一応ね、まあ、こういう状況でね、いろいろアニメがね、やっぱ伸びてるんで、ということで、これもね、漏れなく伸びちゃって、まあ、2021年の1月に、また延期が決定しました。ということで、またね、3期楽しみなんですけど、まあ、実際ね、もう3期やらないんじゃないかってね、噂がすごく出てた、やつなんで、まあ、僕としてはね、大変楽しみで、まあね、そんだけもう何年も待ってるアニメなんで、まあ、今更ね、3ヶ月待とうが別にどうでもいいよみたいなね。まあ、あとはね、これね、このご時世なんで、それに対してね、死ななければいいかなってね、っていう気持ちで楽しみにしてるんでね、もうぜひですね、皆さんもね、このアニメ見てください。なんか終わりにピタっぽくなっちゃったけどねっていう中でね、今から座談会始まるんでね、今からですよ、これから、あらすじありがとうございます。いや、でもなんかこういうゲームの中に入る、まあそのゲームをしていたらなんか入ってしまうっていう系のアニメってなんかいろいろ、まあ、作品とかはいろいろあるんですけど、まあ、その中でまあちょっと違うなって思ったのは、まずあのキャラ設定がそのままの形で入るっていうところですかね。オーバーロードとかもね、一応そのままの姿でも入ってるけど、まあただね、あのなんかね、アイテムで、あの姿形が変えられるという、あれはね、またすごいアイテムだなと思いながら、でも超限定アイテムだからね、超レアって言ってたし、だからそもそもアイテムを持った状態、まあ要はアイテムとか、そうだね、まあ、アイテム金貨とかもそうでしたけど、お金的なものもアイテムとかも、あとレベルとかも全部引き継いで、だからまあちょっと他の作品でソードアートオンラインだと、なんか運営マスターがこうなんか仕組んだこのゲームの中の世界観でしたけど、それと違って何か、なんか、まあ、いわゆる何かの手違いでこうゲームが始まったのかなっていう感じはしますよ。そうだね、アップデートで、タイミングでなんかこう変わっちゃったみたいなこと言ってるから、まあ、アップデートの時になんかちょっと手違いなのか、ちょっとその辺は作品を見てたら、もしかしたら分かるかもしれないですね。そうですね、その結局のところ
まあ、SAO とかそういう MM 統計よくありがちなんだけどね、あの現実を受け止められない人たちが結構多かったね。あですね。実際どうですか、もしゲームああいうゲームしとって、うん、なんかこうね飛ばされたとか、うんうんうん、ね、向こうの世界にから出られなくなったって言ったらどうします、どうしますかね。まずはここはどこだっていうことで、あここはどこだ、まあ、それがまあ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 、まあ、初めてそうだよね、うん、でなって、まあ、とりあえずそれこそ主人公と同じように何ができるのかってことで相手村みたいな、ちょっとログアウトってボタンなんかちょっと押す勇気は自分はないですね。なんかそれを押しちゃったらなんか大変なことになっちゃいそう。ああ、もしかしたらそのまま死んでしまうかもしれない、まあ、それもある、ログアウト、人生ログアウトみたいな感じになっちゃう。まあ、主人公はためらいなく押してましたので、まあ、そのログアウトできないっていうことが表示されたっていうのはありましたけど、まあ、やっぱりご飯をまず買ってみることからやってみますかね。自分のお金がない場合はどうします、モンスター欲しいんです、スライムとか、ね、おそらくなんかそのお腹空いてなんかキノコでなんか倒れてるっていうか元気なさそうな、冒険者ですかね、冒険者たちは、まあ、お金をそもそも持っていなかった人たちなのかなっていう。ああなるほどね。あんまりあのね、うん、このゲームの世界でも浪費家だったの。貯金をほぼせずにあの装備に食ってまくってたら、あ飯が食えねえっつって、あ、まあ、食べたところで仕事もねえみたいな。冒険者だからどこも雇ってもらえないっていう、うん、食べたところで味はしない、味はしない。僕はね、もしね飛んだらね、多分そんな冷静じゃいられない。あ、うん、もうなんだろう、どこまでができるのかっていうのを多分試してる。それこそね、あのシロルみたいな魔法使い系だったら、え実際魔法使いのとか言いながらその辺のなんか建物に行けてファイヤーボールとかエクスプローションとか言ってであれじゃあ、あの使ったらあのパタンってなってとか言って、まあ、多分本当にね、うん、実際に飛ばされたら多分そんな冷静、ね、何ができるとかそんな冷静なこともなく、多分ただただあのもう暴れ回ってるだけかな。確かに技を使ってみるって、うん、そう、技使えるんだったらさ、うん、だってこの先ねモンスター出てきても、うん、何とかして倒せるだろうけど、うん、技使えないっていうその何 SAO とね、うん、大体一緒のような、うんうん、ソード SAO 一応ソードスキルあるけど、うん、そのねスキルが全くない本当の生身の状態だったら、俺まず腕立てから始めなあかんねん。まず筋トレ始めようかっつって、とりあえず筋トレからやろうかっつって、この世界 筋力がなければ何ともならないのがいいやし。そう、まあ、うん、そうだよね。でもね、実際問題こうやって飛ばされちゃうね、ゲームとか今ね、実際にはその意識は飛んでないけど VR とかね、うんうんうん、それに近いっちゃ近いですかね、仮想現実的には。ただ今回だとなんか何でしたっけ、受けみたいなの触ったら、うん、その感触が、そう感触があるとか、リアルにあるとかね、うん、だからもう完全に感覚も全部リンクしちゃってるから、うん、じゃあもうそこまでいったら受けた痛みは向こうの傷になるのか、痣になるのかみたいな。もしこうゲーム内でゲームオーバーというか、そうそう、 HP がゼロになったらどうなるのか、そうなる、その説明がない状態でっていうのは非常に怖いです。怖いね。SAO をちゃんと説明あったからね。まあ説明はありましたね。あったね。死んだらお前ら死ぬぞみたいなので、一応あのゲームマスター言ってたからね。まあ言ってたけど。言っててそれに絶望して、あの一番最初の頃結構自殺する人多かったね。で今回何も誰も言わないからね、自殺する人っていうかもうただただあのね、黄昏れてる人ばっかりって、ね、分からない状態っていうのはやっぱ怖いです。怖いね、まあ、分かったところで怖いのは怖い、ね、さらに怖くなるっていうのはあるんですけど、まあでもね、その途中でね、なんか電話で、まあ、三日月紹介だっけ、なんだっけ、三日月同盟、同盟からね電話が来て、なんか一応ギルドがあるんですよね、うん、その紹介じゃないけど、こうそれなりに それぞれのなんか大きなチームみたいな、まあ、ギルドだからチームというよりかはあれか、
ちらかというと紹介というか本当に大きな商法というか、うんうん、チームだね。チームでいいのかな。まあ、それこそ現実でこうゲームしていた時の、うん、仲間がそのまま、仲間はそのままリストに入って、もうそれでねちょっと呼ばれてうち入らないかですね、うん、スカウトされてたり。まあでもね、シロさん断ったよね。ちょっとって、まあ、そもそもどこにも属していない。そうそうそう、どこにも属していない。赤月はなんかね、なんかアサシンたるものとか、てか赤月ね、すげえね、俺ね、なんか中二病くせえなと思ってずっとなんか、うん、赤月、なんかさ、アサシンっていうかさ、その忍者じゃないけどさ、うん、なんか口調もなんかちょっと、あなんかね、ござるじゃねえけど、なんか確かに何かなんかそういうちょっと癖のある子だったし、うん、なんか役、ここをこういう世界になっても、うん、まだ役作ってるんだみたいな、うん、それとも 本気なのみたいなどっち。まあでもそもそも男キャラで、だからなんかこれなんかボイスチャット機能付きのゲームだったみたいなんですけど、うん、それでなかなかあんまり喋らない、喋らないっていうのはまあ単純に女性だから声でバレちゃうっていうのが大きかったと思うんですけど、ただ現実の方も、現実の方というかその内面の方はいざ喋ってみたら忍者言葉っていうね、そっち言葉だし中二病なのかなと思いながら、どうですかね。まあでもあとはまあね、最後の方戦闘シーンとかありましたけど、うんうん、もうね、なんか一番最初に出てきた、まあ、シロエたちなんかもうすでにレベル99で完走してるのかな、一番強いと90で完走してるのかな。完走っていうかその要はバージョン上がるためにレベルも上がるもんで、あ、前のバージョンで一番上だったか、うん、現在マックスっていうのは90、うん、それ以上はレベル上がらないっていう本当感想なんだけどっていう状況だね、あれに関しては。まあ、一応ね90で挑んだら敵が28ぐらい、28レベルぐらいの子たちが出てきて、まあそれに手こずるっていうね、やっぱみんなそうだよね、うん、慣れないし。でもこういうゲーム系ってなんかその強いと、まあ、そのレベルが高いとなんかすんなり敵を、まあ、その現実世界となった場合でもすんなりやっつけてしまうっていうのが、まあ、セオリーだと思うんですけど、ここだとなんかコマンドで最初なんかそうコマンドでやろうとしてあれコマンドができないかやりにくいとか言ってまあ確かにゲームでやるのと全然違うな、違うからね、うん、と思ったら実はなんか最後の方はなんかやろうと思ったらできるっていう、そのスキルを使うぞと思ったらっていうか、なんかモーションがあるのかな、わかんないけどね、なんかそれを出すぞって思ってたらね使えるっていうやつで、まあその辺はねなかなかいいシステムなんじゃないかな、あれがもしコマンドシステムだったらねなかなか難しいよ、おおみたいな相手の攻撃避けながらコマンドみたいな取れみたいな画面いっぱいに出てきます、画面いっぱい出てきます、前にこういっぱい出てきてどのコマンドあれどこにあっけみたいなあとはなんか主人公がなんかすごい、まあ、そのギルドとかでチームとかに入ってるわけじゃないけれどなんかすごいところに入っていった、あ、そまりにいたっていうなんかそういう情なんか示唆されていて、これが一体この後どういった展開で出てくるのか、放蕩者の茶会っていう、うん、ディフォーチェリーティーパーティーっていうね、うん、そこの参謀役をやってて、うん、でそこのメンバーの、まあ、参謀がシロエで、そこの、ガーディアン役でナオツクがいて、うん、まあ他のメンツはまだ出てこないんだけど、うん、でその時に知り合ってた人たちがマリエルさんだったりとか赤月だったりっていう、まあ、ゲーム内で知り合った仲間だよね、それがね、今後どうなっていくか、ログホライズンっていうね、タイトルとか、まあ、大災害っていうね、サブタイトルが1話っていうあるんだけど、これはどういう風に生きていくか、どういう風に考えられていくのかっていうね、まあ、小説で、ナロン小説なんで、うん、まあね、読もうとまで全然読めちゃうし、続きばっかりね、見たりとかね、まあ、全然見てもらえば全然いいと思いますけどね、うん、なんでね、本当に面白いんで、ぜひぜひ見てくださいということでね、今回書いたものは何でしょう。
はい、画面にちらっと目を向けない今回描いたもの、何の神経だったんだろう。まあ今回限りということで、マサシンのイケメン姿。あーなるほどね絶対読むこと出てこないもんね、もう今後、あのちっちゃい子だもん、あーそれいいね、なるほどね。実はね、ちょっとね、謝らなきゃいけないことがあってね、この輪では出てこなかったんですよ、考えてみたら。なんだとじゃあ絶対当たらないじゃないですか。一瞬も出てないです。一瞬も出てないね。残念だから。まあ、僕はね、あの白絵さんが好きなんで、うん、白絵の、まあ、いわゆるね、あの今後の展開のところ先に出しちゃうっていう感じですね。それネタバレって言うんじゃねえか。ちょっと謝った。それネタバレ言うんじゃん。要は座談会って見てない人から見たらネタバレでしょ。なんで別にそんなこだわる必要性ないし、ネタバレ別に俺気にしない人なんで、はい、ぜひ言ってもらったら、あ、そうって言うだけなんで、自分で見てなんぼなんで、そんなのはね、だそこまで気にする必要性はないのかなっていうことでね、今回の書いたもの、これなんだろう、今回じゃ何も見えないんだよね。あ、見えないの。あんまね、うっすら見えるうっすら見えるの。ああ見えるね、もう大魔王みたいな感じだよね誰だよ白え、これさ、白えさんなのこれ白えさんなんですか。そう、これがね、白えってね、いわゆるあの参謀役じゃないですか、参謀って要はそのいろんなこと考えるわけでしょ、ってことは良くも思われたりもするし、やっぱ悪くも思われることも多いわけじゃないですか。で、メガネかけてるから腹黒のメガネだから、腹黒メガネっていうね、まあ、何話か進んでいくと、まあ、すぐ出てくるんだけどね、これ、腹黒メガネって言われてるね。まあ要は表面と裏面のとこだよね。やさおそこに見えるんだけど、怒らせたら怖いよねっていう、よくある話だよね、っていうのをね、ちょっとね、先行先取りカットみたいな感じでね、書いてみました。ちゃちゃっと書いた方が楽かなっていうね。もうね、これでね、このカットの中に本当は手が入って人が操ってる感じのカットがあるんだけど、今後ね、そういうのをちょっとね、まあぜひぜひ楽しみに、こんなカットもあるんだよってことで、ちょっとそっちの方でちょっと今回書いてみ見たっていうことでね、はい、絶対当たるわけがないっていう、わけがないな。そんな回もあってもいいんじゃないっていうね、まあ、こんだけ僕はロゴホライズンが好きだよっていうことでね、ロゴ白絵のコスプレしようかなと思ったぐらいなんで、まあ、どっかで杖持ってたらね、あ、白絵だと思ってください。身長はそんなないです、っていうね、まあぜひ3期、モーションと、まあ、楽しみに待ってますんで、皆さんもそれまでに、ね、全部で、ね、50話ぐらいあるんで、2期、1期、2期でね、まあ2期も20話近くあったら、まあ、50話近くある。日本は大体1期13話とか12話13話なんで、まあ、それから大体46とか52ぐらいになるんでね、まあ、そう考えたら、まあね、今から見たらちょうどいいんじゃないですかということで、はい、ぜひおすすめのね、ログホライズ、皆さんもお暇なら見てくださいねということで、はい、じゃあ今回はログホライズの、アニメ座談会でした。じゃあここまで、今日の放送ここまでとなります。バイバイ。バイバイ。